で、こっから、この辺からちょっと神プレイ、神プレイ。グラムスラブで3枚抜いてからの1枚カット。で、もう1枚。そこに人数上がってるんで、サクッと倒します。で、敵は完全にこれ裏脇だなと思ったんで、前線上げるかって言って前に上がって1枚。さあ、静止者ゲット。で、1枚殴ってからの振り向きショット。はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。今回はですね、まあ、ご覧の通り、後付けになってます。で、なんで後付けかっていうとね、この試合、前半戦めちゃくちゃボコられてて、もうこれ完全にね、もう負け試合だと思ってやってたんだけど、なんだかんだ100キルしちゃって、なんだかんだね、大逆転しちゃったっていう、もうハセシンだったら絶対タイトルに神回ってつける、マジでやばいってつける、試合だったと思います。なんですけどね、ちょっと後付けになってます。さあ、というわけで、この動画、まあ、この試合というか、まあ、10分以上あったんだけど、10分間、何を話そうか。まあ、試合のことをね、もちろんメインに話すんですが、話せる気がしない。まあ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 、スペシャリスト武器はいつも通りですね。グラップル、ルインと、マドックスです。いつも通りの。ですね、前半戦どれくらい点差ついてたかな。ちょ、前半戦、本当の最初の方だけね、SMB 使ってたんだけど、ああ、もうこれダメだってなって、マドックスにさすがに切り替えたんですけどね。でね、最近、感度をね、実はちょっといじったんですよ。ちょ、77の 0.7566 から、ちょっと77の 0.75 にして、まあちょっとお試し期間なんですけどね。また戻すかもしれないんだけど、まあちょっと試してるんですよね。で、マドックスを使う分には、すごくいい中距離が。その 0.75 かなり扱いやすいんですよ。77の。77って言いづらいな。ですね。まあ、その、今作は、そのスライディングがとにかく、あのね、まあ、重要になってて、やっぱスライディングを対応するキャラコンってね、やっぱちょっと、まあ、ADS 以外の普通のノーマル陣の感度ってちょっと早い方がやりやすいんですよね。なんで海外プロは結構、まあ、SMG は77の1倍とか、77の、まあ、0.75 とか、いて、まあ、66の1倍が多いんですけど、一番。まあ、それは前に動画でまとめたんで、まあ、気になる人はそっち見てくれるといいかなと思うんですけど、そうね、この感度はね、近距離、SMG とかで、ね、使ってる時がやりにくいんだよな。中距離は最高にいいんだけど、サウグとか持って近距離 ADS して、こう、ね、打とうとすると、やっぱだいぶ遅く感じるんですよね。0.75 だから。で、海外プロは多分、SMG で感度7使ってる人、どっちかっていうとね、ADS 速度1倍なんですよね。なんですけど、僕は、サウグとか SMG あんま使わないんで、まあ、0.75 にしてみてるって感じかな。この動画の概要欄、多分66のままだと思うんですけど、まあ多分もしかしたら戻すかもしれないんだよね、感度をすぐ。まあそんな感じです。はい、というわけで、現在今点差が、ごめんなさい、ちょっと咳しちゃった。現在点差が、かなり、何点だこれ、100点近くで、まあ、一旦ね、ちょっと、キルチューしてました。ちょっとこれ、スコアストリーク出さないと勝てないなと思って、一旦ちょっとキルチューしてからの、まあ、このね、スコアストリーク出して、ちょっと逆転狙おうってやつですね。おお、ここ殴ればよかったかな。さあ、若干流れが来てますね。取り戻してきてますね。いいですね。でね、グラップルをめちゃくちゃ使ってるんだけど、ほんとね、グラップルはね、使った方がいいです。どんどん使った方がいい。取っておくのが一番もったいないんでね。やっぱスペシャリスト類、スキル類で一番重要なのって使うことなんで、取っておくのが一番ダメ。で、ルインはとにかく機動性活かして、動き回りましょう。こうやって。ほいって、こんな感じですね。動き回って。なんで今の死んだんだろうな。隠れたと思ったんだけどな。
さあ、点差かなり近づいてきましたね。でもこの試合ね、こっからさらにさらに GG になるんで、まだまだ続くんですよね。このグラップルは最長距離じゃない？今のめちゃくちゃ長って自分で思ったんですけど、グラップルってああいう風にこうね、ジャストでこう長い距離にこう引っ掛けて移動できるとめちゃくちゃ早く移動できるから、今のグラップルは良かった。さあここもね、どんどんグラップル使いましょう。先にローテしてと思ったんだけど、あれエリア間違えましたねこれは。まあエリア間違えちゃったけど、とりあえず裏取りしようかって感じですね。で、前にいるからちょっと顔出さないで、ちょっとどうしようかな、どうしようかな、上行くかってなって上行ってますね。でやっぱちょっと上登れなかったから、グラップル使うかと思ったら全然キルできなかったっていう。距離遠かったのかな、まあ距離遠かったのか、まあ、それにしてもなんかグラブスラムこう床に叩きつけた時のあの波動みたいな、なんか衝撃波みたいにも全然見えてなかったよね。なんか不発のようなグラムスラムでしたね今のは。やっぱこういう中距離のねエイムはちょうどいいんだよな、この感じ。ちょっとエイムはずれましたね、まあ、今のはね、ああいうこのゲームああいうちょっとオブジェクトがなんて言いづらいんだけど、オブジェクトがこう重なってるようなところに行くと、たんまにこうエイムアシスト外れるんですよね。だから多分あれ最初エイムアシストなかったと思うんだよな。まあこれは昔から COD シリーズ共通なんですよね。さあ壁抜き待たらず、さあどんどん点差がついていってしまいます。今のは打ち合わなくてよかったな。でもほんとすぐグラップルを使ってカバーに行って、で確かここで敵のキルストが来る気がしますね。あ、チラチラして来ねえな来ねえな、あエリアかな、エリアやってから外周来てる。さあライトニングストライク来た、全員1枚倒すけどボヒュンと飛んでしまって、いやーもうこれ完全に負けムードだなって感じなんですけどね。まだ下やって、そこもあちょっと今なんかずれたね。というか多分今のあの細道のラインもね、確かエイムアシスト外れるんだよね。あの変な右側の岩と重なるとなんか急に感度が速くなった気がしたね。多分あれもエイムアシスト外れてたんだよな。というかそもそもあの距離エイムアシストないか。COD こんだけやってんのにその辺よく分かってないっていうね。まあいいんですよ。それのそんなね、細かいことは気にしなくて。ああ、さあさあさあ。これ今何点だ ?238? 今ちょっと編集ソフトで見てるから結構文字が潰れている。ナイスキル。240点。さあもう後がないですね。敵しかも敵にリスポーン取られている。でこっからこの辺からちょっと神プレイ。グラムスラブで3枚抜いてからの1枚カットでもう1枚そこにいるの分かってるんでサクッと倒します。で敵は完全にこれ裏脇だなと思ったんで前線上げるかって言って前に上がって1枚、さあ静止者ゲットで1枚殴ってからの振り向きショット、ストライクチームゲットしました。さあ次だ、また敵は同じとこから来てるからはしご登ってくる前に削りたいよ。でも敵のクラスターが来たんで飛び降りてからのグラップなんで、ここで ABR を使ったのが僕もよくわからない。しかも一発も当たってないじゃないか今の。さあこれはここのね、ほらやっぱあそこの中距離の感じ見るとね、この感度めちゃくちゃいいんだよな。マドックス使う分にはあの2枚抜きなかなか良かった。で裏もカットしてストライクチームと接射が暴れて、さあ244対226、
で敵のねエルストライク来たんでグラップルで前進みつつ前も処理して、で、次はリスが反転して後ろ開けしてるからポイント乗って、後ろ来てるかな後ろ来てるかな大丈夫かなって確認しながら、こっち湧いてんのかなって確認しに行ったらちょうどいたんで1枚削ってさ、242対244、さあさあまさかのこの試合あの点差から逆転をするのかするのか、やべえこれしちゃうかもしちゃうかも、これ動画撮ってないけどしちゃうかもって感じですね今内心、あやべえしちゃったって逆転しちゃったって、はっきり言っちゃったって、いや動画撮ってねえよこれっていやーやらかしたなーと思ってたんですけどね本当に、いやー、はい、というわけでお疲れ様でした、まあ、次はねちゃんと動画を上げたいと思います、というわけで皆さんお疲れ様です。Drinking too young, way too much fun, out in the sun, open when it's gone.